この家渡って多分80年ぐらいになると思うんですけど、この表の部屋完全に床が抜けてしまってて、畳だけでこう、なんとかこう、床があるような、畳があるような感じで完全に底抜けてます。これ、いつ底全部抜けてもおかしくない状況だと思うので、できるうちに対処したいと思います。畳の下に敷いてあるこの杉の木、かなりしっかりしてます。で、たるきもこれしっかりしてるんですが、こっちの方はもうちょっと触っただけでこれたるきがもうダメになってます。これはやり返さないといけません。こっち側のたるきは4メーターぐらい、全部4本ぐらいかな、やり替えないといけないと思います。こっち側は、まあ、いけそうっちゃいけそうです。こっち側は、いけそうです。このたるきを組むメインの木、かなりでっかい木が石の上に置かれてあります。これも全然いけそうです。よかったです。こんな感じで見よったら、最近の家よりうちの方が頑丈なんじゃないかなとなんか思えてきました。絶対ちゃうけど。こっち先外さなあかんのか。ほうっぽいな。はいっす。はい。がっちり噛んどるな。すごいな、昔の人って。うん。こいつ取らんと。ああ、こいつ取らんと無理か。うん。ね、あ、取れた。腐った部分取れたんか。力で。この木もあかんとこやな。あ、これあかんわ。あ、これ、あ、こんな感じ。こんな感じ。お、グラグラやけど、これも腐ったよな、半期。あ、でも向こうから釘出とう。出とうな。あ、釘抜き曲がった。釘抜きが曲がった。嘘。うん。曲がってる。最強の武器。もう釘が行くか家が行くか。家行きそう。抜ける。もうあとこんだけ。孫の優勝見守ってくれよけど。よっしゃ、抜けた。あ、抜けた。
そんなん五寸釘や。家がもうちょっと早いに見てくれんと言ってるよ。お、ナイス。池田ぐらいだった。お、うん、これこの今ちょっと出とうヘッド無理かな。無理やな。ちょっとこの方まで入れた。あ、動きよ動きよ。ちょっとついてみて、ここけよ。うん。土台も動きよけど。うん。ナイス、ナイス。え、絶対折れた。折れた。折れたけど、まあ、しゃあない。あ、でも。あ、ついた。こっちも取れたで。はい、君。おー、いいね。いっ。あ、抜けた。はい。あ、取れた。友達が手伝ってくれて床を抜けました。まあどこまで抜いてもよかったのかわからないですけど、でこっからちょっと採寸して、で製材所が今かなり忙しいらしいのでちょっと時間がかかると思うんですが、またたるきを張って綺麗な板を張りたいなと思います。地元のおっちゃんにもらった白菜が綺麗になりました。これ以上置いとったらもう凍ってしまうので採取していきます。巻いとん。巻いとる。ほらめっちゃいい白菜。おいの、うん、これ美味しいぜ。これも虫がおるけど、めっちゃ綺麗。これええぞ。ええの。うん。大根がむちゃくちゃあるやん。めっちゃ。え？なんか根っこナメクジに汚染されとる。これナメクジがいっぱいおる。嘘。根に？ほら。あ、ほんまや。3匹4匹5匹めっちゃおるぞ。なんか大根が栄養足りんかったんかわかんないですけど、ちょっとなんかみんなこんな感じですなんか素人すぎる。いいやん。あ、いいやん。これ普通にいいぞ。ほらほら。あ、ええやん。普通にいい大根。これ今から抜くやつですけど、ちょっとカップだけ。うん、みずみずしい。なんか甘い。これあのちゃんと漬物につけたら美味しいと思います。これいい音。ちょっと砂が入りましたが、あ、美味しい。美味しいよ。なんかおでん大根やけん辛みがあんまなくて甘っ。梨みたい。これは言い過ぎだろ。大根やけど、いやほんまに甘いよ美味しいです。うん、ほら、じゃあほら噛んだところほら土ついてる。噛んでみて。うわ、ガッツリいった。こんだけ食うと
としてる。合わない。うん、普通に食えるな。苦がないし、うん、いける。あ、でも結構辛み来るわ、後から。最高、できました大根。うん。